沖縄物産マハエです。おはようございます。ポークランチョンミート、チューリップ。用途はいろいろありますけれども、これ1個とても食べきれないよっていう時には、このように薄くスライスして、1枚1枚ラップして冷凍してください。あるいはもう完全にスライスして焼いちゃってラップして冷蔵庫でよろしいかなと思います。余った分のブロックごと冷凍したりすると解凍の時大変です。切ってからの冷凍か焼いてからの冷蔵がおすすめです。